高速、高速、高速、あるいは高速度とは、光が電波する速さのことである。真空中における高速の値は、30万 km 毎秒と定義されている。太陽から地球まで、約8分20秒、8分19秒とする場合もある。月から地球は、2秒もかからない。俗に、 一秒間に地球を7回半回ることができる速さとも表現される。高速は宇宙における最大速度であり、物理学において時間と空間の基準となる特別な意味を持つ値でもある。現代の国際単位系では、長さの単位メートルは高速と秒により定義されている。光速度は電磁波の電波速度でもあり、マクスウェルの方程式では一を真空にすると、 高速が一定となるということが相対理論の根本原理になっている。重力作用も高速で伝播することが相対性理論で予言され、2002年に観測により確認された。高速は一般に記号またはで表される。これはビルヘルム・ベーバーによるベーバー定数に由来するとともに、ラテン語で速さを意味するにも由来するものである。近代まで、 光は瞬間的に伝わるのか、それとも有限の速さで伝わるのかは不明だった。エンペドクレスは初めて光の速さは有限だと主張した。一方でアリストテレスは光は運動ではなく瞬間的に伝わると論じた。イブンハイサムは光は有限の速さで伝わり、その速さは可変で密度の高い物体では遅くなると論じた。ヨハネス・ケプラーやルネ・デカルトは 高速は無限大だと考えていた。ガリレオ・ガリレイは遠く離れた二箇所に置いたランプの合図を用いて高速度を測定する方法を提案した。しかし、高速はあまりに早く当時のいかなる計測器でもこのような方法でわずかな時間正確に測ることができなかったために有意な結果を得られなかった。1676年にデンマークの数学者オーレ・レーマーは 木星の衛星イオが木星に隠れる周期の変化と木星までの距離から高速を計算した。当時すでに地球と木星の位置関係、並びにイオが木星の影に隠れる隠蔽周期は正確に分かっていた。テーマーは地球が木星から遠い位置にある時にイオが隠れる時刻を調べ、光の速度が無限大ならば、常に42.5時間おきに隠蔽が観測される。 はずとして、観測予定時刻を計算した。そして地球が、公転軌道上で木星に近づいた位置に移動した後、過月後に再度イオが隠れる時刻を調べると、観測予定時刻よりも早くなっていることを確認した。この結果からレーマーは、光は地球軌道の直径を横切るのに22分かかると、結論した。序盤にイカシーニの観測より得られた地球。 太陽間距離を用いると、レーマーの得た高速は、約21.3万 km 毎秒となる。これは、実際の高速より3割ほど遅い数字だったが、光の速さが有限であることを証明し、その具体的な速さを初めて与えた。レーマーの友人アイザック・ニュートンもこれを認め、この高速の値を著書に記した。1729年に、 ジェームズ・ブラッドリーは季節による星の高校差から高速を求めた。1849年、アルマンフィゾーは天体現象を利用せずに回転する歯車を使って初めて地上の実験で高速を測定した。ランプの光をビニムスプリッターで直角に曲げ、筒の中で720枚の歯がついた歯車を通過させて光を等間隔に分断して放ち、 約8 6トル離れた反射鏡で折り返し、筒の中で同じ歯車を通して観察した。歯車の回転が遅いうちは、オーブを通った光は反射され同じオーブから見える。しかし、回転数を上げると、やがて反射光が突部、歯の部分で遮られるようになる。フィゾーは、この時の二点六回転、秒からメートルにイコールロメートルを、 光が進む時間は1秒12.6回転秒722歯車の突部とオーブの間の個数イコール歯の数の2倍イコール0.00055秒と計算した。これらから高速は約31.3万 k m 秒という値を得た。1850年に風光は回転ミラーを使った高速の測定を行い 水中で高速が遅くなることを実証した。1873年からマイケルソンは、風港の方法を改良して、高速の測定を続けた。その後マイクロ波を使う方法、レーザーの使用などにより測定の精度が高まった。1983年には、国際土量高層会により、メートルを高速によって定義することとなった。これにより、 真空中の高速が299,792秒速458メートルと定義されたことになる。マックスウェルの方程式によれば、電磁波の電波速度は次の関係で与えられる。ここで、イプシロンは真空の有電率、μ は真空の当時率である。ジェームズ・クラーク・マックスウェルはこの式を観測ではなく、理論から導いたが、判明していた値。 イプシロンイコール 8.850nVU イコール1 2 6 0 n a を代入すると、真空中の電磁波の速度が約30万 k m 秒となり、フィゾーが測定した高速度とほぼ一致した。このことから、マクスウェルは当時正体がよくわかっていなかった光の波が電磁波の一種であることを提唱した。これは後にハインリヒヘルツによって実証された。 高速は物質中では真空中よりも遅くなる。屈折という現象が起きるのは高速が倍質によって異なるためである。また物質中の高速よりも速い速度で家電粒子が運動することが可能であり、この時チェレンコフ放射が発生する。物質の絶対屈折率は真空中の高速をその物質中の高速で割った値で定義されている。 例えば水の屈折率は下肢光領域波長で約1.33、真空中の光速度は約30万 k m 秒であるから水中での光速度は約22.5万 k m 秒となる。一般にあらゆる情報や物質は真空中の高速よりも早く電波することは不可能であるとされている。相対論の方程式によれば 高速よりも速く移動する物体を仮定すると実数で表すことのできない物理量が現れ質量が無限大になってしまうからである。しかし高速よりも大きな速度が出現する物理的状況というのは数多く存在する。光の群速度が高速を超えることが可能であるということは理論的に古くから知られていた。ある最近の実験では セシウム原子中の非常に短い距離を高速の310倍の分速度でレーザー光線を伝えることに成功した。2002年にはの物理学者は超高速の分速度を持つパルスを長い距離にわたって伝えることに初めて成功した。この実験では同軸フォートニック結晶の120メートルケーブルの中を高速の3倍の分速度のパルスが伝播した。しかし、 この技術を超高速の情報伝達のために使うことは不可能である。情報伝達の速度というのはパルスの最初の立ち上がりが電波する速さによっており、群速度と全面速度の積は物質中の高速の事情に等しいからである。このように光の群速度が高速を超えられるというのは音速に当てはめて次のように理解できる。人々を 距離を開けて一列に並べたとする。そして、おののが自分の腕時計でタイミングを見計らい、短い間隔で順番に掛け声を上げさせるとする。この時、彼らは隣の人の声を聞くのを待たずに声を上げることができる。またある例として、海岸に打ち上げられる波にも同じようなことが見られる。波と海岸線の間の角度が十分小さければ、砕ける波は内陸を 波が伝わるよりもずっと大きな速さで波長に沿って捨てすることができる。例えばレーザーが遠方にある物体の表面を横切ると光のスポットの速度は簡単に高速を超えることができる。遠方の物体に影を投射させても同様である。どちらの場合も物質や情報が高速を超えて電波しているわけではない。高速はエバネッセント波が関与する現象。 例えばトンネル効果などにおいても超えることができる。エヴァヌスセント波の位相速度と群速度は高速を超えうることが実験によって示されている。しかしながら全面速度は高速を超えられないとされているため、この場合にも情報が高速を超えて伝播することはない。量子力学ではある種の量子的効果が高速を超えて伝播することがある、実際に 空間的隔たりのある物体同士の相互作用は、長らく量子力学の問題であるとみなされてきた。EPR パラドックスも参照。例えば、二つの粒子の量子状態が、量子もつれの状態にあり、一方の粒子の状態が、他方の粒子の状態を固定するものとする。ここでは、一方のスピンがプラスでなければならず、他方がでなければならないとする。観測されるまでは、二つの粒子は、 および、という二つの量子状態の重ね合わせ状態にある。二つの粒子が離れ、一方の粒子が観測されて、量子状態が決定されたとすると、自動的に他方の粒子の量子状態も決定される。もし、ある種の量子域学の解釈のように、量子状態についての情報が一つの粒子について、局所的であるとするなら、次のように結論づけなければならない。 すなわち、最初の観測がなされると、二つ目の粒子は即座に、その量子状態を占めるのである。しかしながら、最初の粒子が観測された時に、どちらの量子状態にあるかを制御することは、不可能なので、この方法でも情報は、伝播できない。物理法則は、情報が、もっと賢い方法で伝播することをも妨げており、これは、量子複製不可能テリアへと繋がることになった。 二つの物体が互いに向かい合う方向に運動しており、それぞれある完成形における速度が 0.8C であったとする。この時、その形において、それらは 1.6C の速度で接近していることになる。これを接近速度と呼ぶ。接近速度はある系におけるどんな物体の速度も表していないことに注意が必要である。ある宇宙船が地球から 地球の静止系で1光年離れた惑星まで高速で移動するとする。これに要する時間は宇宙船内の時計で見ると1年よりも短くなることが可能である地球上の時計で見ば必ず1年以上かかる。この時地球の系で見た移動距離を宇宙船の時計で見た経過時間で割った値のことをという固有速度はある一つの完成形で観測される。 速度を表しているわけはないので、この値には上限がない。しかしもちろん、同時に地球を出発した高信号はどんな場合にも宇宙船より早く惑星に到達する。いわゆる超高速運動と呼ばれるものが、電波銀河やクエーサーのジェットなど、ある種の天体において観測される。しかし、これらのジェットは高速よりも早く運動しているわけではない。 この見かけ上の超高速運動は、物体が高速に近い速度で運動しており、その方向と視線とのなす角度が小さい時に起こる投影効果である。超高速で運動して見えるジェットを持つクエーサーは、超高速クエーサーと呼ばれており、3C279 や 3C179 は、その一例である。衝撃波とは、主にある倍出中の音速を超えて運動する。 物体により発生する強い圧力波であるが、同様に倍出中の高速を超えて運動する、過電粒子によっても強い電磁波が発生し、これを、チェレンコフ放射と呼ぶ。絶縁された倍出中を過電粒子が通過するとき、倍出の原子中の電子は、過電粒子の場によって、局所的に乱され、変極が起きる。粒子が通過した後に、 媒質中の電子が再び平行状態に戻るとき、電磁波が放射されるが、十分移動度の高い電動体においては、電磁射程により電磁波は発しない、粒子の速度が十分遅い場合、この電磁波は干渉により弱め合う。しかし場の乱れが光子よりも早いとき、すなわち過電粒子が媒質中の高速よりも早いとき、光子は干渉により強め合い、観測される。 放射強度は増幅される。宇宙の初期に関する理論であるインフレーション理論に対抗する VSL などのアイデアが存在している。講師が非常に高いエネルギーである時に高速が速くなるとする考えだが、場当たり的な過程が多く方程式も複雑であるため、まさしく宇宙の法則を捉えた理論であるとは考えられていない。 高速の値の全桁を暗記する例として、次のものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。